なんだこりゃ、なんで木の上にいるんだ。ローラ、違う、どうやって降りるんだよ。降りられた、ここは一体。服はどこだ。勘弁してくれ。よし、ローラはどこだ。戻ってきたはずだけど。ジャーマホテルに行きゃよかったな。手伝って。ここにいれば大丈夫だよな。お約束だ。降ったり止んだり、ついてるかも。どうしてさ。水が苦手なんでしょ。分かってないな。じゃあ朝まで湖で泳いでたらいいんじゃない。凍えて死んじゃうでしょ。いやもう大丈夫だって。夜明けは遠いわ。ここにいるのはバレてるからすぐにやってくるでしょうね。やれやれだ。さあ見張りやすい場所へ。ほら、閉めないと。よし。何なのよこれ。ぴょんぴょんするの大好き。恐怖の宴？ふん。おい、マジでやめなって。もうお腹いっぱいなんだ。ほっとこう。来たわね。かわいそうに。マスコットなのにキャンプが始まる前に死んじゃうなんて、
むしろ幸運だったかも。マスコットがいるの？いたね。知らないの？な、何を？キャンプの前に死んだの。ああ、そう。これ何？監視カメラね。何か探してたの？ああ、確かにね。ハケットさんが撮ってたよ。隠し部屋があってさ、多分そうだよ。ハケットさんがよく使ってたやつだ。壊すなよ、由緒ある品だぞ。最初から壊れてたのよ。ああ、安らかに言ったかね。これどこで見たんだっけ？何それ？指輪、紋章入りの。うわ、怪しいね。呪いの指輪かも。ごめん。いつ頃のなんだろう。ずっと昔のさ。自分の絵を飾ってもナルシストだとか思われなかったくらい昔のだよ。あ、私も自分の絵を飾ろうかな。あのでかいやつの名前みたいね。うん、ハケットさんの兄弟なんだ。え？あなたたちが無線小屋に行った時に来たでかいやつ、ハケットさんの兄弟なんでしょ？ああ、うん。うわ、本当にギリギリの経営状態だったんだ。くれて明ける夏の日々、傷ついても強くなる。僕ら導きて永遠の仲間、歌おう僕ら、ハケットの子。まだ覚えてなかったの？勝負よ、化け物。なんて夜だよ。言いたいだけなんだ。俺が悪かったって。くそ、もう一晩と思っただけじゃねえか。ささやかな望みだろ。おい男だろ、メソメソすんな。すりゃいいんだよ。何がどうなってるのよ。みんなを探す？ダメ、朝までここにいれば安全よ。
リに入れなきゃ。無理よ、外から鍵がかかってるもの。何かできることがあるはずよ。でも何を。銀の玉、タイミングさえ合えば通るときに渡せるかも。通ればね。ケイトリン、こっち。
で、6年前何があったの？火事があって大勢の人が犠牲になったんだよな。そして今人狼と亡霊が森をさまよい、亡霊の方は行方知らずになった幼い我が子を探してる。そうか、それがサイラスなんだな。くそ、長い話だ。短いじゃない。火事があって犬の子サイラスが逃亡、家族を噛まれたけどなすすべなし。おい、過去の出来事は関係ない。いや関係あるでしょ。せめて何と戦うかは分かってないと。相手は人狼と化した凶暴な少年だ。この6年間満月の度に手を尽くして探してきたが、尻尾をつかむことはできなかった。文字通りな。そいつがついに姿を現した。おそらくこの機会を逃したらチャンスは二度とないだろう。で、そいつの居場所は？闇雲に走ってったって見つけられないと思うんだけど。近くにいるはずだ。探そう。正気なの？着いたのか？大丈夫？ああ、さっきよりはな。こっちだ。血痕がある。向こうだ。ここで何があったんだ。2ヶ月前道路を外れた場所。私を撃つべきか迷ってるんだろう。ああ、いいと、撃てばいい。何？いつもなら人狼の血で匂いを消すんだが、危険だぞ。命がけだが終わらせるか。やるしかないでしょう。やろうぜ。そういうことか。人狼の血？森にあったんだ、トラビスが言ってたやつ。君にやるよ。一人分しかないから。ダメ、使えない。あなたのよ。俺より頑張ってきたんだ。君には生き延びる資格があると思う。
どうぞ。いいのか。大丈夫、心配ない。うわ、くそ。死ぬよりマシさ。それに君はほら、心配しないで。ポッドキャストで言ってた以上だ。油断するな。ここで見たの？見た。見たというか、人を跳ねたと思って確かめようとして降りたら、あれが。あれ？年を取った女が同じ言葉を何度も繰り返してたの。そうよ、サイラスって。ありえない。一体何を？地下トンネルで俺も見た。エライザ・ボレス、サイラスの母のはずだ。何者？恐怖の宴というサーカスの団長だ。6年前ここに息子を檻に入れ、犬の子サイラスと死んだはずだが、まさか亡霊に。ハケット採石場のローバー、以来サイラスを探している。火事の原因は？嘘、まだ何か隠してるの？君が殺したケイリー・ハケットは誰よりも優しい思いやりのある子だった。ケイリーは救い出そうとしたんだ。檻の中の少年を魔女の手から。どうやって？悪意はなかったんだ。トラビス？ケイレブに火をつけさせたんだ。麦わらを燃やし注意を引きつけ、その間にサイラスを檻から解き放とうとした。でもしくじった。ああ、日が回りみんな死んだ。一瞬だ。エライザも他も。ケイリーはサイラスを解放した。だがケイレブが噛まれた。それで探してたのね、サイラスを。この6年間満月の旅にな。すごい執念。これが残骸だ。これはひどい。ねえ、痕跡は？何も。うわ、こんなの見たことない。まさかここだったとは。見たか？信じられんが。ああ。これは？犬の子サイラス。気をつけろ。
こだ。なんてこった。こんな、ローラ、何してる。さっさと撃たないか。本当にいいのか。撃て。早く行こう。出るんだ。ここを人間の姿に戻る前に。もう遅いよ。何もかも分かったつもりでいるんだろう。自分を賢いと思っているわけだ。助けてやった、警告もした、気に入りかけていたのに。だけどそれも終わりだよ。あいつらを使ってサイラスをあんな目に遭わせて。お前さんに取り付いてやる。夜が明けても私からは逃げられやしないからね。そうさ、闇の中からする物音も、影から聞こえてくるささやき声も、首筋にかかる吐息も、すべて私だよ。覚悟するがいい。決して許しはしないよ。決してね。Could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings.Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be.Starts and ends without dollar one to spend. But how much, babe?